今回はピアノの森という漫画を紹介いたします。こちらですね、まあ、2冊しかないわけですけれどもいやこれピアノの森ってある通り、ピアノの話なんですね、ピアノの話なんですよ。で、音楽系のこう漫画っていっぱいあると思うんですね。例えばドラマかなったものでいればのだめカンタービレとか、あとはもう最近話題のブルージャイアントとか、まあロック系で言えばベックとかね、なんかこう音楽系のものっていろいろあるんですけど、ピアノに特化したものっていうの中で割と有名なのがこのピアノの森かなと思いますね。今でもいっぱいありますよ。ピアノだけに注目したものいっぱいあるんですけど、でこの書いた人がね、一色誠さんっていう人 で、それこれまでもいろんな作品で話題作がある人ですね。例えばなんだろう、有名な作品で言うと、あ、花田少年誌ってはちょっとね、ちょっと古いか、花田少年誌ってやつかな。あとはなんだろう、ちょっとこう僕が読んだことがあるやつが少なすぎてわからないんだけれども、ただすごくねこの柔らかいタッチの絵を描く人ですね。すごく優しい絵です。なんか好きですねこの絵は、優しい絵でも優しいんだけどね、なんかあのタッチとしてはねちょっとギャグ漫画に近いところもあったりするんですよ。だからなんかおどけたようでいてでも優しさに包まれる絵ですね。なんか僕は好きな絵ですね。で僕この本は、まあ、存在は知ってたし音楽も好きだから読もうと思ってたんですけど、ずっと手をつけてこなかったんです実は。で、本当に一巻くらいしかまず読んだことがなかったんですね。ずっと一巻だけ読んで、まあ、ざっくり言うと主人公が森の中でピアノを弾いている場面があるんですね。まあそのピアノを森の中で弾くっていうところから始まるんだけれども、まあ、そのあたりからしてもなんとなくね、興味をそそられなかったんです最初は。であとはあのアニメがね NHK で出されていて、で出てたんだけどそれも実は見てなくって、なんでかっていうとね、なんかねアニメのやつがあのピアノの実際のピアニストの弾いてるのを忠実に再現するっていう試みをしてて、でなんかねそのアニメが気持ち悪くって、なんかそのアニメの中でねピアノを弾くシーンっていうのはアニメでありますよ。もうエヴァンゲリオンとかでシンジ君とカオル君が弾いてたりするのありますよね。ただねそれをねあまりにもリアルにしすぎちゃってて、でその NHK のアニメで出してたやつだと本当のピアニストが弾いてたりするんですね。でもなんかその描写が僕には気持ち悪く感じてしまって、あの同じくアニメーションで言うと、まあ、例えばエヴァンゲリオンのそのカオル君とシンジ君の場面みたいな感じで描かれるのも、あれもねすごく印象的なシーンじゃないですか。その後のこれ映画版の Q の新エヴァンゲリオンの Q の話をしてますよ。ピアノを弾いて、でそのピアノで2人で奏でるっていうことがその後の13号機につながっていくっていうシーンだと思うんで、あとね2人の孤高の交流を描いている抽象的な場面にも撮れるシーンなんだけれども、あとはね音楽系で言えば僕も大好きな4月は君の嘘っていうね、もう泣ける、あれは泣けるんだけれども、すごい泣けるんですけど、それでもピアノのシーン出てくるんですね。でもあれはやっぱりねすごいアニメとしてはもう秀逸だったので、ピアノのシーンがもう本当にもう芸術的というかアーティスティフィックというかね、すごくなんかいい描写だったりするんですけど、でその描写とはちょっとやっぱこう生々しすぎちゃって、このピアノの森のアニメが、だから実際まあちゃんと見ればねもしかしたら面白いのかもしれないんだけれどもね、あの僕の好きなピアニストの方も結構収録に参加してらっしゃるし見たいんだけども、ちょっとハードルあるんだですね、だったんですけど、ただ漫画もなんかねそれで読んでなくって、でこの間ねふと
読みたくなったというか読んでみようかなって気分になって2冊だけ買ったんですよ、本屋さんで。で買ってもうパッて読んでたら、まあ夢中になっちゃいましたよね。やっぱり夢中になっちゃって、とりあえずこうパッと手元にあるのはこの2巻だけだったので、この後はもうずっと電子書籍で買いましたね。もうパッパッとタブレットで読みましたけど、まあ、全部は読んでないんです、まだ。ちょっとショパンコンクールの途中で少し飽きちゃってまだ全部読んでないんですけど、でも非常にね、なんだろうね、いいですよね、やっぱり。で音楽を描く、なんかその音楽を描いているかっていうと、なんとなく音楽でもないんですよ。純粋に音楽を描いている作品っていうよりは、なんかこの主人公の一ノ瀬海っていう人物を描いているっていうね。あとはその周りを取り巻く人の、あの感情とか人生とか、あと困難乗り越えて方とか、そういうことを描いていて、あの例えばノーダメカンタービレはその曲音楽っていうものを割と描いてて、その音楽の美しさっていうものを細かく描いてる、なんていうのかな、イメージで言うとバスケット漫画で言ったらスラムダンク派なんです。こっちはスラムダンク派。例えばスラムダンクってもちろんバスケットの描写も多いけど、それ以上に人間模様が中心じゃないですか。もちろんバスケの面白さはありますよ、あるんだけど、やっぱり人間として面白さが前半の中心ですよね。まあ、後半ね、ちょっとその試合的要素っていうのは強くなっていくんですけどね。で例えば比べるとディアボーイズって、大体ね、あの世代であとスラムダンク派かディアボーイズかに派か分かれると思うんですけど、あのドラマ監督ではどちらかというとディアボーイズ派で、結構ねその音楽的な要素っていうのが色濃いと思うんですね。音楽について知っているとやっぱり面白いなと感じるところが多いんだけど、ピアノの森はね、別に音楽をして知らなくても楽しめる、逆に音楽を知らないからこそ楽しめる部分もあるような気もしていて、なんでしょうね、この音楽を、なんていうのかな、なんかこう割と抽象的なものとして描いていて、なんかその音楽自身が知らなくてもちゃんとこう楽しめにできてるんですね。あの、そこもまた面白いっていうか、なんか単純になんか音楽漫画っていうよりは、一つの漫画として十分楽しいですね。なんかその嫉妬とか妬みとか友情とか、そういったものが割とダイレクトに描かれていく。でもこの人の作風なんですよね、やっぱりその一色さんの、花田少年誌なんかもなんかちょっとこう幽霊か、幽霊とか出てくるんですけど、その幽霊の要素がなんかなんていうのかな、日常的に描かれていて、で一人一人の個性をすごく感じるんですね。登場人物多いんです、結構この小説漫画も多いんだけれども、非常に一人一人の個性が明確に分かれ出てる作品なんですよね。だからなんとなくそう、だからまあその点でもアニメの、アニメの方が少し違和感を感じちゃったのかもしれないんだけれども、音楽を描くとかそれを忠実に描くよりも人間とかを丁寧に描いている作品なのかなって印象ですね。少し音楽に興味あるとか昔ピアノ習っていた人くらいがねちょうどいいのかもしれない。本当にもう音楽にめっちゃこう没入してる人とか音楽マニアとかだとちょっとこう物足りなく感じるかもしれないんだけれども、純粋な音楽ファンとかなんだろう、その、漫画が好きな人とかね、だといい漫画だと思うので、おすすめの作品となっておりますね。ということで、こちら、新装版でこれ出てるけど、もちろん、あの電子書籍でも出てるしね、いろんな入手方法あると思うので、よろしければ読んでみていただければと思います。本当にね、音楽ってよりは、なんだろうな、才能かな、才能、自分の才能と向き合うこととか、人の才能を羨むこととか、そういうものに向き合いたい人、そういう心境の状態にある人
そういうものに向き合ってる人、若い人にも非常に読んでもらいたい作品なので、ぜひ読んでみてください。ということで、今回はピアノの森についてご紹介しました。ご視聴いただいてありがとうございました。